が導く別世界ナイトの奇跡実況プレイパート9。皆さんどうもこんにちは、キサラズです。お初の方は初めまして。いつ見てくださってる方は本当にありがとうございます。今回はこのオルタピアの神殿を探索したいと思います。行きましょう。もう目の前が神殿なんだ。オルタピアの神殿、綺麗ですね。なんか神殿のてっぺんなのか背後なのかわからないけど、すごく大きい桜が見える。綺麗。これが神殿か。あの遺跡塔よりも随分と高い建物みたいだな。うん、ダメだ、高すぎてうまく観測できないよ。多分見上げたら首が痛くなっちゃうよね。そういえば周りを綺麗な光が昇っていってるみたいだけど、ノイ、あれは一体何なの？あれは星の力なの。星の力？また聞いたことのね言葉が出てきやがったが。この寺にとって最も大切なものなの。神殿はその星の力を制御するための場所で。まあ今はそんなに重要じゃないから原理だとかの話は省くの。難しい話だから多分人間には理解できないの。ちょっと人間のことバカにしてませんか？気になるな。まあ落ち着いてから改めて聞くことにしようかな。地震？うわ、地震か。もしかして今宙に浮いてるから全然影響ないですよね。なんか光が出たけど、何あれ？誰に召された？収まりやがったが、神殿がまとってた光、星の力って言ったっけ？消えちゃったみたいだけど。きっとゼクストの仕業だ。神殿には何かあった時のために緊急停止機能が備わってるの。その機能を使って星の力の供給を止めたんだ。星の力が止まったら一体どうなっちまうんだ？多分これから大陸全体に大きな異変が起きるはずなの。今以上の異常気象、もっと凶暴な魔獣の発生、それだけじゃない、地震みたいな災害が起きたり、重い病気が蔓延したり、そして最後にはあらゆる生物が生きられない死の世界になる。こんな綺麗な場所が？星の力ってやつはよっぽど重要なものみたいだな。おい、異変を食い止めるにはどうすりゃいいんだ？方法は一つだけ。ネクストからマスターギアを取り戻すしかないの。あれを庭園に持っていけば、少なくともこの場所の異変は止めることができるはずなの。なるほどな、それだけ分かれば十分だ。ネクストは最上階にある大陸の制御装置祭壇を使ったはず。どこかに行ってしまう前に何としても捕まえないと。行こう、シグナ。僕とシグナ、そしてノイがいればきっとなんとか。
いや、行くのは俺一人だ。え、なんで？一緒に行こうよ。え？聞こえなかったのか？お前たちはここに残れ。ここから先は俺一人で行く。何言ってるんだよ。突然どうしたの？っていうかノイの案内もなく行けるわけないじゃん。突然じゃねえ、最初から考えてたことだ。あのゼクストってやつと仮面野郎の実力は桁違いだ。たった一度だが直接剣を交えて俺には分かるんだよ。お前たちじゃあいつらにはかなわない。むしろ足手まといになるってな。ひどい。守ろうとしてくれるのは嬉しいけど、戦友として認めてくれてないってことですよね。それはちょっとショックだぞ。そんな。なに心配するな。マスターギアは俺が必ず取り返してきてやる。だから今絶対に来るんじゃないぞ。待ってよ、追いかけるに決まってんじゃん。そんなの、なんなの？急にあんな勝手なこと。行こう、ノイ。シグナを追いかけないと。でも。確かにシグナの剣は一流だけど、あんな得体の知れない相手に一人で挑もうなんて、なんていうか、シグナらしくない気がするんだ。もしかしたら僕たちの知らないところで何かあったのかもしれない。何かって？わからないけど、どちらにせよこのまま放っておくわけにはいかないよ。ノイ、一緒に来てくれるかい？え？実際僕じゃゼクストって人たちにはかなわないのかもしれない。木更津アクション下手くそだし。でもノイが一緒ならなんだかいけそうな気がする。いけそうな気がする。この先に進むには君の助けが必要なんだよ。わかったの。一緒にシグナを追いかけよう。ありがとう、ノイ。え、別にナユタのためなんかじゃないの？そもそもマスターギアを取り戻すのは私の使命なんだから。シグナに言われたからって引き下がるわけにはいかないもん。わかってるって。それじゃあ気を引き締めて行くとしよう。シグナの同行状態が解除されました。別行動してる時に何があったのか知らないけど、単独行動は許さないよ。おいます。さあ、足手まといって言われちゃったけど、言われたからにはじっくり足手まといになってあげようじゃないか。まあね、主役は遅れてやってくるということ言ったことで、痛い。ちょっと登場が遅れるけど、シグナの後を追いつきたいと思います。多分追いつけるでしょう。痛いよ。なんだっけこいつ、シールドバルブだっけ？なんかそんな名前だったような気がする。うわー、お前もいるのかい。怖いから無駄にね、連打しちゃうんだよ。連打する必要ないって思うんだけど。あ、ゴルピー大きいのあると思ったら、これ宙に浮いてるやつが遠近法でなんかあっちにあるように見えただけか。手前なんだ。あ、ここジャンプね。はい。痛い。これぐるっと爆発するらしいんですよね。触らなきゃ無害なんだけど。これも壊せるのか？壊れた。泉の獅子、読めなかったぞ。まあ、泉のなんかを手に入れた。お、アイテムだ。エイプルベリーを手に入れた。シールドくんがいる。シールドくんたちも1回で通常攻撃1回で倒せるのかな。もう、お、
が11ダメージを与えた。ほんとノイはなんか強くなってるよな。戻ってきちゃったけど、どっちに進めばいいんだ。ここか。待って、こっち側、さっきこっち側行ったんですよね。じゃあこっちが順路で合ってそう。ノイほんと強いな。ほとんどノイの遠距離攻撃できるじゃないか。こっち行くとボス戦あるっぽいから、先にこれ回収して、じゃあ戦おうか。え、何お前、何この戦士じゃない。痛い。間違えて四角砲弾でノイの無駄打ちしちゃったじゃないか。貴重な攻撃なのに。ちょっと離れとけばいいのか。あっしゃ、勝った。果敢な戦士っていう称号がもらえたのかな。うわ、足が落ちたよ、びっくりした。今超ギリギリで足場に残れたけど、モンシロチョウをゲット。果敢な戦士は、まあゴリ押しのためにダメージ確保。ああ落ちた。ゴリ押しのためにダメージ確保で突っ込むって言ったら落ちた、また落ちた。何これ、いじめか。落ちるとダメージ食らうし。あ、これさっきいた場所ですよね。あ、落ちても下の階に行くとかということじゃなくて、ちゃんと落ちた場所に戻ってきてくれるんだね。だけど足場なくなったよ。これ届くのかな。あ、届いた。うわ痛いよ。もうすごい安心して止まってた時にさ、不意打ち攻撃とかずるいよね。もしかしてノイは、うわー、もうここもかよ。ノイが心配してくれてる、かわいい、ありがとう。ノイはシールド野郎のシールドをアースで貫通して攻撃できるのかなって話だった。分かった、落ちるとこ切れ目があるんだっていう話をしようとしてたのに、まあ、足場が落ちるとおちおち喋ってもらんないよ。切れ目ないよね。切れ目ないのよ。もう疑心暗鬼になりながら進んで、ここ落ちるだろう、色が違うもん。だからジャンプする。うわー、ジャンプしたのに落ちたよ。マジ下手くそすぎる。多分ここも落ちるんですよ。長方形だから結構遠いぞ。ここだけ敵がいるバスだけは大丈夫みたいな。また落ちるマスでしょこれ。何これ、ヒラリラ入れるな。ここも落ちるマス、落ちるマスの先がなかったよ。やべえ、ジャンプして先進もうとしたら足場切れてたっていうね。それなんていう罠だよ。まったく、あーよかった、続いてるよね。遠距離攻撃、安定の遠距離攻撃、勝ちれないだろお前。やった、倒した。安心して進めるぜ。ちょっと待った、あそこ足場あるやん、落ちましょう。そしてあそこに見えている下のね、大きい結晶をどうやって落ちるのこれ。落ちながらこっち行った。おお、やったやったね。でこれどうやって戻ればいいんだ。戻り方がわからないぞ。こうジャンプして反対に、無理くね、これ一回落ちなきゃダメ。あ、こっちか。はあ、そういうことか。戻されちゃったから戻ります。いや、落ちる足場はほんと不意打ちすぎるよ。今回のパート私叫んでてうるさいんじゃないかな。落ちる。手すりをさ、安全策とかさ置いといてくんないかな。ヒットポイント結構減ってるな。こっちじゃないや、セレクトボタンでしたよね。レバ刺し、鉄分たっぷりのレバーのお刺身、生姜と一緒に、生姜なんか持ち歩
べてないでしょ。これ食べちゃっていいのかな。レバ刺しって食べるとどのくらい回復するんだ。ヒール40か。食べよう。満タンでしょ。よし。あのカニジャンプできたのか。ジャンプしたのか。モンシロチョウをゲット。あれ奥側か。じゃあこっちですね。うわっ、ちょかっかっかっ、落ちてよかったんだ。びっくりした。なんか今風が吹いて押されたんですけど。あー、このステージ嫌いだ。ほんとビビる。サラズはチキンなんで、こういうのはほんと心臓に悪いよ。チェインベストを手に入れた。これ装備できるやつかな。お、上がるじゃん。だったら買わなきゃよかった。あ、でもこれ安かったやつだからそんなに損はないか。よし、これ装備できるかな。オッケー。装備したことによって見た目が胸当てからベストに変わりました。よし、じゃあ行こう。ゼクストを探さなきゃですよね。落ちた時の救済措置がある。この風さ、マジ手前に、奥側から手前に向かって風が吹いてて押し出されちゃうんですよ。柵がないとか。あ、だからここなんか向こう側から落ちないように金網があるんだ。これ金網ですよね。これがあることによって、これダメージ食らうの。嘘、どうやって避ければいいんだよ。もう金網があることによって落ちないで済みますよねって言おうとしたのに。あ、金網じゃない、これ歯車に当たってたんだ。しっかりして、なゆた。この風車みたいなやつ奥側にあると思ったら、これ奥じゃなくてめっちゃ同じ場所にあったんだ。遠近感がわからなかったよ。奥から手前に向かって吹いてるんだと思ってた。歯車めっちゃ目の前にあったんですね。歯車？ん？風車？風車？わかんないけど。ということで、ここまで戻ってくるので少々お待ちください。はい、戻ってきました。長かった。ということで、これに当たらないようにうまいこと進まなきゃいけない。難しいぞこれ。でね、戻ってくる間にまたノイのアーツのレベルがちょっと上がりました。1個上がりました。で、あとはナユタがね、攻撃した時痛いにクリティカルヒットが出まして、初めてナユタが15も相手にダメージを与えました。これって結構すごいですよね。ああ、もうこれ慎重にいかないと。ほんとヒットポイントやっべえ。回復物とかないのかな。あー、やばい、ヒットポイント減ってるから赤く点滅してる。ナイトが本当は、私はこれじゃなくてこれで料理っていうのを作りたいんですけど、これ作ればいいんですけど、なんかね、あれなんですよ、ダンジョンの中では作れないらしくて、外にいる時じゃないと作れないみたいな。ステージ攻略中は調理を行うことができませんって出てしまって、これやり直す時に作ってから中入ってくればよかったなって思ったんですけどね。ほんとバカだよね。あと12しかないのにこれもう一回やり直しになったらどうすんのって感じなんですけど、ちょっと頑張ってみたいと思います。もうちょっと待って、まだ歯車じゃん。
中に行かないと本当にやばいから。これは早いよ早いよ。待って、反対回りとかさ、反対回りとかこうか。ええどういうこと。いいんだよね、合ってるんだよね。ここで一緒通るんだよね。通れねえじゃねえかよ。どういうことどういうこと、どうやって通るの。あそこが通り道なんてないの。通れないよ、なんで。こう通ってくんじゃないの。通れないって。下側から行かなきゃいけないとか、そういうこと。ジャンプで避けてみたいな。こうか。どっちに向かって攻撃してんだ自分。これは回ってる方に行けばいいんだよね。待って待って、縄跳びみたい。タイミングを見計らって入って出るみたいな。やべやべ、無駄にジャンプしてたからあれだった。これはゆっくりだからちょっと安心。見えねえじゃん見えねえじゃん。目隠しはずるいって。回復回復お願い、回復させて。ボス戦とかの前に回復が欲しいです。アンチ先生、回復がしたいです。よー、久しぶりだな。スクストっつったな。そして仮面野郎、なんとか追いつけたぜ。ここからはボイスがないんですね。中途半端や。フルボイスだったら私楽ちんだったのにな。多分神々度が減ったはず。お前は向こうの世界であった。まさかこの寺に足を踏み入れているとはな。やはりそういうことか。仮面の子は結構無口だな。そこにあるのが祭壇ってやつか。マスターギアもあるみたいだな。あんたらが星の力ってのを止めちまったせいで、この大陸はやばいことになってるそうだが、一体そんなことをして何になる。ここはあんたらの世界でもあんだろうが。すべては星の導きとだけ言っておくとしよう。私がこの寺で果たそうとしていること、そしてお前がここに来たことも含めてな。わけのわからねえこと。一応聞いておくが、なぜ一人で来た。ノイやあそこにいた少年と力を合わせた方が賢明だったのではないか。一人で来たのはお前と本気でやり合うためさ。お前と剣を交わしたとき、俺は不思議な感覚を覚えた。野され島に来て5年間の俺の全てが否定されるような。そんなおぞけの立つ感覚をな。そこで思ったのさ、殺す気でかからないとやばいってな。そんな姿を可愛い弟分に見せたくなかった。それだけの話だ。それではあの時以上の実力が見られるというわけか。面白い。ならば示してみせるがいい。お前の存在とやらをかけた正真正銘の力と意志を。もしかしてシグナを操って私が戦うみたいな感じですか。ヒットポイント満タンだよね。シグナ満タンだよね。ヒットポイント上等だ。
ているゼクスト。見ているゼクスト。こっち見るな。見るなって言ったら返しちゃった。ごめんなさい。存分にやり合うがいい。声が沖合さんだよ。闘争の果てにお前たちは自らの運命を知ることになるだろう。さてノイもじきにここを訪れるだろう。いやしくも庭園の管理者、慎んで出迎える準備をしなくてはな。いやしくないだろう。さすがに大変だね。シグナ大丈夫かな。無事だといいけど。とにかく最上階までもうちょっとなの。急いでシグナに追いつこう。うん。オルタピアの神殿は前後2つのマップに分かれる長大なステージです。このようなステージでは途中で離脱してもステージ後半から攻略を再開することができます。かっこ、ただし一度でも後半にたどり着いている必要があります。つまりマリオとかでいう中間ポイントみたいな感じですよね、きっと。あ、後ろに、あ、これが中間のポイントの区切りなんだ。今後半なんだ。わー、いい。あ、やった、ヒットポイント満タンになってる。やったつまり今もう後半にいるんだったら、後半ですよねこれ。うん、オルタピアの神殿後半って書いてあるから、今後半にいるんだったら一回離脱してもいいんだ。離脱して調理をしたいんだけれど、どうやって離脱するの？どうやって離脱するの？違うよな。タイトル画面に戻ったところで。どうやって離脱するの？わかんないよ。ここから移動できるの？残され島に？ショートカットみたいな。ワールドマップに移動します。移動しますか。はい。そして初めての自分での料理をしましょう。多分ワールドマップ上だったらできるんじゃないのかな。ちょあら、アナログパッドが荒ぶっておられる。レバ刺し作ります。で、今お弁当箱が多分本当だったら 1,2,3,4,5,6 個持てるのかな。だけど一番左の以外の4つ、じゃあ5つか、5つは灰色の四角になっちゃってるから、今はまだ1つしかお弁当が持てないよってことだと思います。物語を進めていけば多分持てるお弁当の数が増えて、回復物をステージ上で複数使えるようになるんじゃないかなと勝手に思っています。じゃあ行きましょう、後半へと思った。動画時間がやばいから今回はここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。